ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけえの。おう、はよついてこい。なんすかしとんじゃ。ちょっと南雲くん。あ、いや、また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。すぐに戻る。かばちたれが。二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけの。ほいじゃ。覚悟はええか。おう、ええ加減舐めとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの、惚れた女の前でコケにされたままじゃカッコつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつきじゃ。すかした顔して舐め腐ってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなら、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せえ。今日から先、踊れの予定は全部白紙じゃ。
よし、わかった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ、こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他の奴を当たれ。お前と違って俺は忙しい。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ。さあ、キリュウさん、これ。いいよ、待たせたな。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。私を育ててくれたおじさんは昔、極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。みんなが待つところに。夢じゃないのか。
私はここにいるよ。はるかちゃん、秋山さん、先生に話聞いてきた。キリオさんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか、ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らなら大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？キリュウさんが良くなったら沖縄のあの養護施設に、朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか、じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。なんや、札の旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。俺に用やろ。あ？脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。西島大河、おとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。ちっ、クソが、なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや、後のことは頼んだで。兄弟、お前らが東上会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。あ？何やと？警視庁の者です。どうかそのままで。え？桐生一馬を神室町での暴行傷害、並びに器物破損の容疑で逮捕します。警察は元東上会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツをたどるためのパフォーマンスだ。
パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東条会もヤクザに変わりねえ。東条会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東条会の元四代目です。けど今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ。人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東条会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら今度は東条会の下の連中は収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東条会の代表として逮捕するんですか。東条会の四代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは道島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが仇から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん、おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まっとうな弁護士がつけば無所には入らずに済むはずなんだが、桐生の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。ここは一体、うん、おじさん。はるか、俺がただ一人愛した女の忘れ方に出会った頃、まだ幼かったこの子は過酷な運命を背負って極道の抗争に巻き込まれていた。そして大事な人間を次々に失った俺にとって唯一の生きる支えになっていた。俺の人生で何か褒めることがあるとすれば、親代わりにこいつの成長を見守ってきたことだけかもしれない。キリュウちゃん。真島の兄さん、東条会の射程頭、直系真島組組長、真島五郎。シマノの狂犬と呼ばれる武道派だ。俺が組を抜けてから何度もやり合ってるが、未だにこの人だけは読めねえ。何にしても俺とは腐れ縁だ。そして今の東条会には欠かせない大幹部として名を轟かせている。同じく東条会幹部となった冴島とは古くからの兄弟分だ。冴島、かつて18人の敵を殺したとして東条会の伝説と語り継がれる極道冴島大河。俺と初めて出会った時、冴島は脱獄囚だった。その後運命を狂わせた18人殺しの真相と対峙し、東条会直系冴島組を立ち上げている。だが2012年冬に再び脱獄。
近江連合七代目の陰謀に巻き込まれ、東条会を代表する男として俺と共に奴らの標的にされた。桐生、伊達さん、警視庁の刑事としてエリートだったこの人の人生は俺と出会ったことで狂わされた。だがそれから何年もの間、俺とは時に相棒として、時に友人として付き合いが続いている。男で一つで一人娘を育て上げた今、伊達さんはこの先もカムロ町を生きるデカとして正義を貫いていくはずだ。おじさん、大地、浩二、三つ子、白、綾子、泉、リオナ、エリー、親の顔も知らないこの俺が沖縄に児童養護施設朝顔を作って引き取った子供たち、この子たちが遥と過ごした時間に俺がどれだけ救われたかは言葉にさえできない。だが今の俺がまたこいつらと暮らすには、まずやらなければならないことがある。それには長い時間が必要だろう。桐生さん、秋山、カムロ町の町金、スカイファイナンスの社長、秋山翔、昔は銀行のエリートだったって話だが、横領の濡れ衣を着せられ、一度はホームレスにまで身を落としたと。それがカムロ町で偶然手にしたわずかな元で運用して1000億を超える金を生み出した。俺とは西島の妹安子を通じて出会って以来の縁だ。大阪では芸能界に入った遥を守って俺の代わりに体を張ってくれていた。四代目大吾、かつて俺の都政の親であり東条会の大幹部だった堂島宗平の一人息子、極道の世界から距離を置いていた大吾に、俺は東条会の六代目会長という重荷を背負わせてしまった。だが25000の子分を抱える東条会を束ねていけるのは堂島大吾を置いて他にいない。俺はそう信じ、大吾もまたそれを証明してきた。お目覚めですか、四代目。大吾か。お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは他でもありません。桐生さんが無所に入るって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。
沖縄の朝顔のことですね。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして、朝顔の子供たちは遥かと静かに暮らせるとは思えねえ。どう言い繕ったところで俺は元極道で、遥かはその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えている。俺は遥かにその覚悟があるとしても、朝顔の子供たちは巻き込めない。俺が真っ当にあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。俺ははるかに世間が注目しているからこそ、今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームのステージではるかは堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。なあ、俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。はるか、よく来てくれたな。変わりないか。そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらず、みんな元気にしてる。そうか、ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか。たまにそういう人も来るけど大丈夫。すまないな、はるか。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか。私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。うん。芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの。その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私はあのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。
できたよ。ちょっとテーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ、シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ、そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺、今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、刑務所から帰ってきたら驚くね。三つお兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ、まだ中学生なんだから。でも野球推薦の話が来るなんて、三つお頑張ったんだ。前は浩二が教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから。勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。家のことって、それじゃうちってヤバくね。あ、バカ。いや、でも実際さ。大丈夫だって、俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。どうしよう。おじさん、私、どうしたらいいのかな。やっぱりここに帰ってきちゃいけなかったんだ私。綾子、やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。これ見たんでしょ。そっか、綾子も見たんだ。三尾の野球推薦のことが心配？三尾のことだけじゃないよ。この先、他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからって、お姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。い
いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ？おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく？黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。アジア街で火が出てるぞ。火元はアジア街の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことは消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導はやってます。でも火の回りが早くて。おい、なんてこった。アジア街が全部焼けちまう。ですか。いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。